ゴーストコンテンツでございます。<laughs> えー、もういろんなことをやってみようというね今までの横並びの収録もちろんあの収録も収録編集版も、えー、上がります上がるんですがその他にもですね、うん、まあ外にちょっと出てみたりまあ以前のような形ではないかもしれないんですけどもちょ外に出てみたりとかですね えー、その他こう一人で取、うん、ってみたりまたはちょっとこうまた別の手法を使ってみたりねいろんなことをやってみたいなと思ってます、うん、まあもともとは本当にその、まあ、階段を聞いていただくというところはこれはもうほんにここの部分はですね、えー、純粋なる、えー、ポリシーでございますからそこはもうか変えようも変わりようもないんですけども。 ただそのうんまあ皆さんがもしかすると、怪談というもの自体に少しその感覚がうんなんて言ったらいいのかな鈍化してきたっていうのもなんなんですけど怪談というもの自体にかなりもう今もうそれがスタンダードになりつつあるでしょうこの YouTube の世界の中だとね。例えば それまでに全然その階段を見たことも聞いたこともない方が YouTube を開いてもですね例えばそこに突然なんかそのおすすめで階段のえなんかどっかのその心霊スポットかなんかに突入してる人たちの動画が上がってきたりとかねもう以前では考えられないわけですよ。 まあだいぶそのいろんな意味での,そのロボットの機能っていうのがかなりその秀逸になってきてるので一度でもその検索したものにをですねちゃんとその記憶しててで何か断ることにですねちょっとこれもこ,こ,こいつに見させちゃおうかなとか聞かしちゃおうかななんてねロボットが上げてくるわけですよな。 でその中にあって、まあ、別に階段を検索俺は階段なんか検索したことないんだけどな変だなっていうんでも自分が実際にその見てる、えー、チャンネル登録してる側の人がですね、えーその人が 階段好きだったりとかその人が何らかの形でもってその階段のに関わるコンテンツを一度でも二度でもやってたりとか、えー、ハッシュタグをつけたことがあったりとかですねそうすると、えー、おすすめでおすすめでこう上がってきちゃったりとかっていうことになるみたいなんですねそうなんですよだからもう今本当に、えー、世の中がですねその階段というものをオカルトというものに対して若干飽和状態だと俺は思ってますはい なので、まあ、実際のところは、うん、階段っていうのは非日常であるからこそ面白い、うん、もう以前からずっとこれはもう俺がずっと言ってることなんですね階段をスタンダードにしてはいけない、うん、その階段をスタンダードにしてしまっていつでも、えー、どこでもっていう形にしてしまうとですね目新しさもなければ非日常感もなくなってしまって。 うん、もうそこにあるのが当たり前にしちゃだめだよっていうことは俺階段に対してはずっとそういう信念を持ってるんですねただここが難しいところなんですよここが難しいところなんですやっぱり聞いていただきたいわけですよね我々もあのこれで飯を食ってるからにはですねやはりその回転しなければ話になりませんそうなるとんそれをガツガツゴスゴス聞いてもらいたい見てもらいたいわけです 言ってることとなんかちょっと違うんじゃないっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うし自分でもそう思ってますはいなんだけどねえだから要は分かりやすく言えばですね、えー、このゴーストコンテンツとそれから「ファンキーアワーを」を、えー、だけ見てればいいんですそうすれば大丈夫です <laughs> まあね そんなわけで、えー、本日もですねちょっとこちらの方でもこんなのを次やってみようと思います。回顧録という、えー、ネーミングをねゴスコン回顧録なんていうのゃ面白いかなとは思うんですけどもただもうやってる内容をダブらせるわけにはいきませんのでやっぱり向こうとこっちとですね違うものやなくちゃいけません。さあ今日は質屋、えー、さんの話をしてみたいなと思います。質屋さん。 16銀行なんて言ったりしますね <laughs> この、えー、今の時代だとその七夜さんを使ったことのある人っていうのは極端にこうあるあ,あるあるっていう人といやないないっていう人とかなり極端に分かれるんじゃないかと思うんですねでもね昭和の時代っていうのは七夜さんって割と身近だったんですねで特に、えー、一つのですねこう え長屋街ねこう長屋がこういっぱい並んでたりとかいうようなそんなところにはえ小さなう間口でですねこうお金を貸してくれるという質屋さんがあったりもしたそうです。それは僕は見たことないですけどねだけどもまあ今質屋さんちょいうと質屋さんですよねなんか質屋さんって今はあんまりどうなのかなその質札をもらって。 お金を返しに行って。品物を返してもらうっていう。このシステムを知らない人も、もしかしたらたくさんいるかもしれませんね。もしかするとね。うん。まあ、その間の要はその利息分を払うわけですよ。一緒にうん、それとその品物を返してくれるっていうま。そういうことなんですけど、現金買取業者とは違うんですよね。そのうん、まあもちろんその期日がありますから、どんな商品にもね。 そ,れその期日を過ぎてしまうと流れてしまうとうまあ本当にその現代はね七夜にものを持っていくであるとか七札であるとかね七草であるとか、うん、七流れ品なんていうあんまりそういった言葉も聞かなくなりましたですね、うん、まあかくいう、えー、俺はですねなんとかその人生の中で七夜にはものにものを持っていかずに えー、現在まで至っておりますなんとかねでも俺の周りにはね結構いましたね、えー、大型のラジカセ新しいラジカセだったりとか何かその、えー、オーディオ機器であったりとかねそんなものをあもう金なくてさ質屋持っていっちゃったとかいう、うん、そんな話も随分と聞きましたよさあ落語の世界などでもその質屋さんというのは度々登場します。 多分有名なところで言うとクラデッチまたは、えー、七夜蔵なんて話もありますですね。これあのー、まあその七夜さんの蔵にですねその幽霊が出るというねそんなような話でとても面白い話なんですが、えー、そんなそのご体操なですねもう蔵が何ともあるようなそんな七夜の話ではありませんこの話は。俺ののの友達の家というのが え七夜でございました。なんですけど、やっぱり、その北海道辺りにある七夜と違って、中部、中部圏って言ってるのかな、東海と言ったらいいのかな、その辺にある七夜さんですから、結構歴史があるわけですね。で、今のお父さんの代でえ三代目だということでね、それで、 うん、まあ俺の家はね昔からずっと七夜だったんですよ。うんまあ、ありがたいことにね本当にいろんなものがこう七流れ品として、えーうん、ありがたいことにって言っちゃ駄目なんかなやっぱりなうん本当,にいろ本当にいろんなものが、うん、ありました。うんまあ、腕時計だとかねなんかそんなもんだったり。 は、まあ、テレビだったり俺の部屋にあったテレビだってやっぱりその七流れ品でしたよ、うん、当時なんかはあのよくあるあれですよあの赤いね赤いこうバックケースのこう14型のね <laughs> みんなあれ持ってたと思うんですけど、まあ、漏れなく俺もそんなのがあって。うん 父ちゃん、テレビが欲しいんだけどって言ったら、うん、だったら倉庫の中入ってる突き当たりのところの上から二段目のところへ、昨日あのなんか死んできた若いのが赤いテレビを持ってきたらどうせあんなもの取りに来ないから、まあ、もうちょっと待ってな、って言われたらしいですね。それで、うんほらほら、流れた流れた、あ持ってってよ。うん、持ってって、持ってって。これ、あの、 まあ微,妙微妙ですねなんて言ってもね本当にいろんな意味でいろんな考え方ができると思うんですね。死に持っていかれる死に入れてくるということはいわばそのお金をなんとかその工面しようという、まあ、その三段のもとにねあもうこれしか自分にはもう方法がない。 ああ、悔しいけどな、うーん、質屋持っていくか、って言うんで、持っていく。まあ、そこで、まあ、店頭で、えー、いろいろとですね、そこのご主人、または、えー、まあ、担当者、今まで言う担当者ですね、昔で言うところの番頭さんという人が出てきますけどそういう人とのやり取りがあって、で、寝、ね、踏をされて、でも、入れる側としては、いやも、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっともらえないですか。 とかいうこんなやり取りがあってですねそこにいろんなその人間の情であるとかそんなものも絡んでそれで、えー、じゃあ今回はこれで、はあ、そうか買う時はこれの67倍したんだけどなーっていうのが大体まあ浄土区だと思いますよねそういう時のね本当にピンからキリまでものがあるわけです。もう決してその えー、調度品であるとか、えー、装飾品ばかりではありませんもう生活に必要な、えー、昔でいうところの,あの炊飯ジャーだとか電気釜だとかねそんなものまで持ってくる人がいるそうですで揚げ句の果てにはもう何回着たか分かんねえようなもう着古したジャケットだったり下手すら T シャツだって「いやパンツはダメだよしよ,よしこれパンツなんかダメだよそんなの えんな勘弁しててくれよなんて「うちの親父がよく言ってんの聞いて裏で笑ってたことありますよこれ。<laughs> パンツまで持ってきちゃうんだ」なんてねそんな風に思うんですけどまあそれで、まあ、いろんなものは本当にそのうちの倉庫ですね、まあ、蔵が一つだけあったんですけどまあその中に、まあ、よっぽどのものが入ってるんだなと思ってました。 正直な話うちでそのやってる商売必要な商売っていうのに俺自身は全然興味がなかったんですよ、うん、だからお前もお父さんの後継いで来るなんて困るんだからなんてことは小さい頃からずっと言われてきてはいたんですけどでも正直な話うんまあ俺的にはあんまりなんか時代のニーズに合ってないというかですね、うん、絶対こんなものはそのうちなくなっちゃうななんて俺思ってましたもん自分で。 うん、いやあ,あ,れありますよありますあります未だにねあるんですけど家はねだけどまあそんな風に思ってたんでねだから全然なんかこう興味が湧かなくて「はいはいはい」なんて、うん「消防のつけ方がな」なんて今今「今はいいよ今はいいよ、うんまあ、後で後で聞くよ後で聞く後で聞く」後で聞くとずっと言ってえー、いながらですね、えー、とうとうそのうちの親父からは「 大事なことをいろいろおそらく俺に伝えたいこともあったんだろうけどもそんなことも伝えてもらえずにうちの親父は他界してしまいましたうんでもうちょっと親孝行もした方が良かったのかななんて思うんですけどね、うん、いやそのねえー、まあうちは本当にその二階屋だったんですけど 屋根裏みたいな形でねあれね何ていう作りだと説明したらいいですかね屋根裏部屋ってよく言うでしょ例えば海外なんかだと屋根裏部屋ってこうよく廊下のとこからねギーってギーギーギーギギ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 ーギ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 ギギ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 ギ うん、で、そこもその倉庫になってたりするんです。で、その階段の形がですね、ちょっとこう、いびつになってまして、上の方から割とちょっと急な角度の階段で一旦降りてくると、そこでちょっとこう踊り場があって、そこから緩やかな階段でずっと下まで降りてくるみたいな。なんであんなスクリーンになったのか知らないですけども、もう本当に100年以上昔からある建物なんですよ。ある日のことね、 えー、うちの親父が亡くなりましてまあもちろんじいさんばあさんも,も亡くなって久しいですからうちの親父が亡くなりましてでうちのお袋もその商売時代には直接的な関わりを持ってなかったのでだから、うん、まあ 大およそのことは聞いてたんでねだからこれこれこんな風にあんな風にやるんだよで今の時代っていうのはこういう大腸がなその、えー、例えばどの時計で何年型のどういう種類の時計はこのぐらいで今だったらその下,下取ることができるよという全部あるんですそういうのは。でそれをこう見てお,お客さんとやり取りをするわけなんですけどね、うん、だけどまあそんなことで俺にもできるなんて軽く考えてたんですね。

うん、走ってるねおいネズミいやネズミにしちゃいやネズミじゃねえななんだこれちょっと見に行ってみるかなとは思うもののあのみっともない話なんですけど俺結構怖がりなんですよ臆病なんですよそれでね 万が一ね階段通ところからニュッと変なもんでも顔出されちゃうたまらないんでどうしようかなと思いましてねでうちにあのその頃手伝いの、えーまあ、小僧さん小僧さんって今の時代は言わないですけど若い人がいたんで「おいちょっといいかな?」とはい何か買ってきますか?」うんいやそうじゃねえんだけどもさっきから2階用なうな、ん、屋根裏をとことことなんか走り回るんだ」うん

おおそうなほら人が歩きゃこんな音がするんだよあいつは身軽だよ、うん、なのにこんな音がするんだからなやっぱりさっきのネズミかなど,どうだよなんかいるかいってこう聞いたら「いやー何も見えないですね」うんそうかあのー 裏の物置の中においもういいよもういいよお降りてきて構わないようん裏うん、うん、頭にくの巣がついてるよ、うん、クモの巣なんか張ってちゃダメなんだよ上はちゃんと綺麗にしとかなくちゃえ、ね、ちょっと畑持ってってクモの巣取ってきななうん、うん、そうしてくれでなでな 裏の物置の中に昔うちのじいさんが使ってたネズミ取りがあるからえそん中なんかソーセージかなんかちょっと掘り込んでちょっとかけといてくれそこへな通りそうなところへさいやでもそのネズミって僕知ってるんですよ僕いや俺だって知ってるよお前いやいやそういうことじゃなくてネズミってあの独特な足跡がつくんですはいこう ペットこう開いたようなね、足跡がつくんです。どこにも。ないんですよね。バカだね、お前は。足跡がつくっていうことは、埃がつい、そこに溜まってるから、その埃の上へ歩いて、足跡がつくんだろ。そうだろう。俺は <laughs>。 常日頃から綺麗にしてるから埃が溜まってないの足跡はつかないのだからだとおりそのネズミってのは端っこ走るんだからなだからその端っこのところへかけとけよってんだよネズミ捕りをな分かったとあ,あはいでネズミ捕りをかけるんですけど次の日なってもその次の日なっても何にもかかりません なんだろうね。まだ今日も言ってるよ。なんかことことことごとって言うんだよな。なんだろうな。夕方になるとなんだよな。気持ち悪いな。こう思ってたんですよ。そしたら、ある日のこと、ちょっとトイレ行こうと思って、えー、そのトイレっていうのが、うちの中で言うところの、その、えー、屋根裏部屋へ上がっていくための階段の旗にあるんです。で、俺が中でこう、用達しましたらね。 何かその軽いものを引きずるようなもう本当にその、うんまあ、布何かの、えー、生地であるとかねその布を床の上でぐーとスーッとこう引きずるようなそんな音がするんですっていうんです。お なんかなんか引きずってるなえこんなの聞いたことねえな,いな今までにまあどっちにしたってうのはこのトイレの真上がもう屋根裏に当たるからなええー、なんだろうなこう思ったってたんですゴツンゴンゴロンゴロンゴトンゴンゴン ゴンゴンゴゴンゴゴン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 クスって音がしましたこれ俺でその音を聞いて頭の中にある映像が浮かんだんです反物が階段の折り口のところからトンと落ちてそれが折り物をこう 広げながらトン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 と落ちてくるおり場のところで一旦止まるけどもそこからそこでとどまることなくまたそこから折り返してトトン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 と落ちてくるっていうねそんなのをねイメージしたんですなんで今俺の頭の中にパッと浮かんだなあサギ色の反物。 そんななもののあるのかないやわからんな俺はうちのじいさんの代かうちの親父の代かなんだろうなえー、ちょっと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 早いと外出ようって言うんで用を足し終わって外へ出て、えー、階段はもちろんこう見るんですけどもちろんそんなもの村は落ちてない何だろうな今間違いなくこの階段を落ちてきたんだよトイレのすぐ脇だからな なんだろうな気持ち悪いなでも結局その正体がわからないまま数日数,数日が、えー、過ぎました、うん、また鳴るかな今日もまた鳴るかなと思いながらまあまるで何かを待ってるかのようなんですけども結局それからってもうその音がすることはなかったんですね うちの、えー、おふくろがですねう、まあ、先ほども言いました通りその商売には直接的なかかり合いにはなかったんですが、えー、帳簿の整理であるとかなんかをちょいちょいとこう手伝っていたようでたまたまその話を、えー、俺がそのうちの若い者と話をしてるのをうちのおふくろが聞いてたんですね。 反物といえばねまだ私がここの家に嫁い、うん、できてすぐの頃だったと思うけれどもこんなことがあったよって言って、えー、教えてくれた話がありました。ある、えー、本当にその反物を 死に入れれててくるななんていううののははねこれはもうよほどのこもよとなわけですよ普通は反物の状態でそのまんまその家にねそのまたその生地の状態ですからね要は反物っていうことはねそこからそれをこう伸ばしていって寸尺して切ってえ塗って押してやっとその着物になるわけでしょそれの前の状態ですからねそれをそのまんま。 うんまあ、分かれ今の時代でいうところの分かりやすく言えば、もうそのロールで持ってるっていう言い方ですよね、<laughs> でそんなのを持ってる家なんていうのは大概こう、ご大家だったり、大層な金持ちだったりするわけなんだけども、その家の,その栄光だっていつまでもいつまでも続くわけがなくて、やっぱりどこかでつまずいて、何かその大変なことになってしまって、結果的にその財産を失ってしまう。そんな時に えーまあ、今でいうと犯罪人ですよね、うん、または債権、えー、者ですよねそういったものに物、うん、を引き上げられてしまう前に、えー、それをその引き上がりに持ってきてお金にしてしまう、それを、まあ、言い方悪いんですけど、その借金取りにバレないようにあるところへ隠しておいて、借金取りがいなくなった後から、そのお金を持ってお逃げするとかいう、そういう三段がたったりする、うん、わけだよね、言わ、ね、うん。 そうなんだけど、まあ、結果的に、まあ、そこへその反物がたくさん入ってるのは入ってるんだけどもこれは昔、扇屋さんという、えー、この町の、ね、外れにあった扇屋さんという大きな <laughs> えうちの,、ね、その娘さんのためにそこの旦那さんが一生懸命、一生懸命、えー、買い集めたものだったそうだよと。 そうなんだけどもその娘さんが若くして亡くなってしまって結果的にもうこんなものを持っていても宝の持ち腐れだからだからお宅で引き取ってくれないかということでうちのその先々代がえどうもその引き取ったそうだということなわけだねそのおふくろさんがそこの家に嫁いできて間もなくふっと 人の視線を感じてその屋根裏の方へひょいと目を向けた途端上からまるでいるような視線をこう向けてる女性と目があったそうです。あれあなたどちら様ですかそこはうちの大切なものがしまってある屋根裏なんですけどあれ こう見ると奥の方へスーッと引いてこう姿が見えなくなった大変だっていうんでそこのまあその頃は何人かいたその若い人ですねそのことを伝えると分かりましたちょっと上見ていきましょうどん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 と上上がってるところが上をその2階のですねその倉庫をど,うどこをどう引っ掛り回して見てみても猫のこ一匹見当たらないえっノ,ノコノコこ一匹見当たらないしやったこれポケモンの話なんじゃねええ <laughs> まあ本当にですね、えー、そんなことで、えー、そういったことがあったね、うん、その時に私が見たその女性が着ていたのが確か綺麗な灰色の着物だったように記憶しているけれどもこう言ったとへえよほどじゃあその確かに 俺,俺,俺はね,俺はね母さんあの決してそれを見たわけじゃないんだその用を足しながらだよもう汚い話で恐縮だけども用を足しながらふっと頭の中にこう浮かんできたイメージっていうのかなそれがその本当に朝日、えー、の着物だったよところどころへこうスッと花が入ってるようなねそんなような感じのイメージだったというだけの話なんだけども。 母さんも見たのかそんな人をね何かあるんだろうね何かあるんだろうねってそのうちに何度もその2階からですねゴトゴンゴドンゴト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 ンゴドゴゴゴーまただ同じだでそのうちに店の者それからそこのおふくろさんまで同じような目に遭うようになってそれで私も聞きたいっていや僕も聞きました。 これはただごとじゃないね。なんだろうね。一回ちょっと屋根裏を整理しなきゃならないね。ということで、えー、荷物をですね、全部こうどかしまして、整理を始めたそうです。すると、えー、昔の家ですから、配線がですね、 非常に古いこう配線になってます今は壁の中やまたはその屋根をその天井裏に入ってて配線って見えないでしょところがあの頃のね今度ね何かでその古い古民家行ったら見てみてください日本の線がねこういうこうあのー、えー、セラミックのねセまあいいその頃セラミックなんて言われる瀬戸物のねこういう外資を介して 目に見えるところに線がいってるんですよキューっとねでそれがこう屋根裏なんかにもずっとこう入ってるわけだこうそれがその荷物で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 こう見えなくなってたところのある一箇所それがローを起こしてたそうです上の方の荷物をこうこっちから側へ引き抜いた途端その奥でもってうんバチバチ,バチバチバチって言ってバシッとブレーカーが落ちてしまった。 ブブレレーーーーカカといううのののもまままああので言う、まあでで外資のブレーカーですわねが落ちてしまったヒューズが飛んでしまった。ああ停電になったって言うんでその最初はですねそのことに気づかずになんだろうなちょっとうちの旧式なんだよヒューズがあっただろうちょヒューズちょっと入れ替えてくれヒューズをこう,こう見ると切れてますそれをポイッと捨てて新しいやつカチャッと入れ直してパタッ まあ今でいう行為です、ね、その蓋をこうパタッとしたそのまたバシバシッと飛ぶいやーこれどっかで漏電してるなショートしてるな、うん、一回電気屋を呼ばなくちゃダメだなっていうことでその電気屋さんによを呼んだところなんとその反、えー、物がいっぱい並んでいるところの真裏にある。 えー、のですねちょうどこう集積してあった電気の線をこう集めてあったそこから、えー、電池の方へこう行ってたっていうなんかそんなようなのがあるそうですでそこがですねそのちょうどショートを起こしてましてもう今にも本当に大火事になるところであったとだからまるでその反物たちがですね音を立てて、えー、その火事を防いでくれたようだったよというねうんまあそんなことが。 あるんでいやいやあるあるんですよ分かったけども。えそれはだってあれだろあくまでもお前さんのその何そのうんこしてる時にその頭の中で湧いたイメージがその浅色の反物というだけだ,だ,けだろ別にその女の人の姿が見えたわけでもイメージできたわけでもないんだろう。 いやいやそうっすけどだ,だから話聞いてましたからさっきの最近、はい、どのだから言ってうちの母が、ね、若い頃にその見たっていう女の人が「朝日分かってるよそら分かってるよ分かってるけどさ、うん、そうかまあそういうとこでなこうあこうリンクしてななるほどな、うん、でも結局それで老齢、えー、してるところは直して。 もきれいにあれだろ治ったんだろって言っいや,いや結局ねもうその電気のその配線の仕方すべてがダメだ」ということでもうあの現代風の線の引き方に全部変えることになったんです結局まあ怠慢に働きましたよそれでもねはいだけどまあそれでも安心だからっていうことで最新式のこう現代型のねこうブレーカーを壁につけましてはい。 ちょっとあの花粉症でちょっと鼻が詰まってきましたけどもはいそんなね <laughs> そんなことでございますよまあ本当にねまああの質屋での話ってねまだまだ他にもありますんでまたそのうちかいつまんで聞いてくださいおそうありがとうありがとうなんてねそんなことがありましたまあその彼からはねいくつか質屋に関する話であるとかっていうのはちょっと聞かせていたいてましたねまた折を見て聞いていただきたいと思います チャンネル登録お願いします。